さあ続きましては地元江釣り湖の鳩岡崎座敷田植え踊りです。田植え踊りには座敷田植え踊りと庭田植え踊りなどの種類があります。座敷田植え踊りは座敷に上がって踊るからの名称で、庭田植え踊りは土間で踊って座敷から見る踊りとなっております。庭田植え踊りにもいくつかの種類がありまして、北上のは和賀型と呼ばれ、奥州市に伝わるのが伊沢型と言われる、和賀型とも類似したものです。でまた座敷田植え踊りは南部盛岡藩では国指定の山屋田植え踊りに代表されるような春田打ち、芸能を盛り込んだ複合型の座敷田植え踊りが主流となっています。これから踊っていただきます鳩岡崎は座敷田植え踊りでも仙台方面からの伝承となっておりますが、地元風に変化した構成と内容になっております。伝承では現在の宮城県大和町黒川の七つ森というところから伝わったと言われています。伝承では伊達政宗が七つ森で鷹狩りをした時に踊られて笹の門を許可されたと思います。天正時代にこのような田植え踊りがあったかは定かではありませんが、田植え踊りが盛んに踊られるようになるのは開伝が進んだ1700年代のようです。鳩岡崎と同じように淵内田植え踊りも黒川伝承と言われており、山形県もそのような伝承があるので、多分ステータスのある踊りだったのかもしれません。地元の女性や子どもたちが伝承活動に参加して継承しています。本日の演目ですが、踊りは15種類ありますけれども、本日は矢柄踏み、年の始め、朝夜墓、昼しびき、吹き方、つき方、つんばくら、銭太鼓、おさめ方、よもやぐれ、白洗い、あがり墓を踊っていただきます。それではご準備の方を整いましたらお願いしたいと思います。鳩岡崎座敷田植え踊りでございます。ではよろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
ました。鳩岡崎座敷タウン踊りの皆さんでございました。可愛らしい踊り手さんたちをね、見てるだけでほっこりします。ね、ちっちゃいお子さんがジンベエ来て